前の館を始めるよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。やあ、せずな契約だよ。前回のあらすじ、モルフォを倒したミサちゃん、そして鍵を奪いました。しかしその直後、すぐに謎の女人が現れたっていう状態ですけど、みんな察しがついとるよね、この女の人の正体。もう俺もそうなんやけど、この状況でね、逆に察しがついてない人がおったらさ、逆にすごいと思うよ俺そういう人がもしおったらさ、俺はその人のことをニブチンって呼んでるだからな、お前あれやな、お姉さんよね。初日の夕飯の時に部屋にこもっとったお姉さんよね。なぜ今このタイミングで出てきたかわからんけど。ねえ、あなたは誰？どうも、こんにちは。こんにちはなんか礼儀正しく挨拶し始めたけど、あなた今私のこと気持ち悪いって思ったでしょう二言目がそれな二言目にそんなこと言っちゃう気持ち悪いって。あーでもなんか肌の色がさ、すごい水色。人間の体ってそんな水色のようになるんかっていうぐらい水色やけどさ、でもそれ以外の部分見てみたらさ、体細くて出るとこは出とる感じやし、美人なパーツは揃っとると思うよな。ただちょっと気になるのはさ、さすがにそろそろ散歩しに行かんのって思うようなぐらいすごい髪の毛が長いんやけど。別にそんなこと思ってないですけど。嘘、私のこの肌の色を見てゾンビみたいって思ったでしょう。あ、ごめんなさい、肌が水色やなってちょっとコメントしたけど、ごめんなさいね。だからそんなこと考えてもないですよ。っていうか、私さっき一人倒してちょっと休憩したいところなんです。そんなこと思う余裕ありません。口ではそう言ってても心の中ではバカにしてるんだわ。この人、何なの？突然現れて。そうよな。この人何のために来たんやって感じ。何なの？自虐を聞かせに来ただけって。そういう人タイプな。自虐を聞かせに来ただけの人ってどういうことなの？まあ、そう思われててもいいわ。いいんだ。私がブサなのは事実だし。いや、自分に自信を持て。突然だけど、私、ローリエっていうの。ローリエって言うんじゃ一応この家族の長女よ。あ、そういえば私がこの館に来て食事を勧められた時、確か引きこもりの姉がいるって言ってたっけそうなんよな、この夕飯の時他の家族からさ、やけに邪険に扱われよったよな自分のことしか考えてない家族だらけやけどさ、やけにこのお姉さんのことはさ、邪険に扱いよったよな。この人が、そうなんだ。突然だけど。はい。あなた、ここから出るための鍵が欲しいんでしょ？え？敵サイドからこれ言ってくるの。どうしてそれを？ほら、これ。くれるぞ！いきなり敵側から出向いてくること自体がさ、イレギュラーなのにさ、甘さえさ、欲しい鍵をピョンって出してくるな。ピョンっていう言い方もおかしいけど、ピョンって出してくる。そんなこと当ていいの？鍵を手に入れるための段取りを楽しむゲームだと思うんですけど。なあ、無条件でポイって出してくれるの？いいの？これはどういう展開？そう思うわ、俺も。ミサちゃん、もうそれはさ、俺とこの動画を見ている視聴者さん、すべてのことを、思っていることを代弁してくれたよ、それ。この人、何が目的なの？その代わり、あなたの顔をよこしなさい、みたいな。どうやら順番的にか、次を私が襲わないといけないらしいんだけど。え？あ、くじ引きで3番目に当たったんじゃ。正直そんなことはどうでもいいのよね。わ、平和的な人。じゃあその鍵をくれるんですか？ね、
とりあえず私の部屋に一緒に来てくれる？怪しい。え、別に何もなくてさ、別にいらないからあげるわみたいな感じだったらここで渡してくれてもいいやん。なぜわざわざお前の部屋に行かなければならない？なぜお前のテリトリーに行かなければならない？この人の殺し方、好きな殺し方っていうのがトラップにはめて殺す方法だったら、部屋に連れ込んでガシャーンってするのはわかる。それは大丈夫、安心して。安心できる顔ではありません。それは安心できる時の顔ではありませんよ。安心してっていう時はね、もうちょい安心できる顔の時に言ってください。あなたを襲ったりなんてしないから。あのね、鏡見てよ。あんた鏡って知ってる？あんた鏡ってもの知ってる？あんたの顔、今殺人鬼が今から人を襲うわよみたいな顔の時ですよ、それ。あ、その顔のまま終わった。さてモロコに血がつく。その顔で終わらんとってほしいんやけどな。次の日へ進む。第三章、飛行的な愛。愛どころかいろんなことに対して悲観的な人だったな。私は言われるがままローリエの部屋へと向かった。ようこそ私の部屋へ。ルル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 ル。部屋の中には不気味な植物がたくさん並べられている。ネズミ。壁際にあるゲージでは大量のネズミが飼育されているようだ。ん？どうしたの？え？あ、いや、何も。あのネズミ、気になるの？え、ずいぶんたくさん飼ってるなって思って。ペットですか？ペット？私がネズミをペットにする？こんなに汚くて頭の悪い生き物を？私なんか変なこと聞いちゃったかな？いや多分ミサちゃんも何も悪いと思ないと思うよ。確かに気になるもん。あんなにカゴにぎゅうぎゅう詰めとってさ、ペットじゃないって。この私がネズミをペットにするですって？一時その顔にならないでください。なんかコナンの犯人みたいな目つきになってます。なんで？なんでその表情になるの？絶対その間がおかしい。一旦表情がこわばった時、間を入れる後にこの顔が来るのはおかしい。あなたの情緒どうなってる？情緒不安定。もうちょっと心療内科に行ってほしいです。あなたなかなかの逆センス高いのね。逆だと思われてる。この人これまでどういった環境で育ってきたんだろう。なんかセンスがちょっとずれてる気がする。ギャグ？ねネズミがペットなわけないじゃない。まあ確かに買う人はおらん、あんまおらんと思うけどさ。本当に面白いわ。けどさ、こんない笑った顔できるでないか、ローリエさん。もっと自分に自信持てばいいやん。こんなに笑ったのは生まれて初めてかも。こんな簡単に笑いやがって。はあ、なんだろう。本当にこの人悲観的なのだろうかって思い始めてきた。じゃあ何のためにあんな大量に飼っているんですか？まさか食べるためですか？それは、そう言うと姉はゲージの中のネズミを一匹つまみ上げた。あれ？なんか、もしかして俺ふざけて言ったつもりが当たったんじゃないだろうか。何するってこうするの？そう言うとローリエはもう片方の手にナイフを取り出した。あのですねネズミって確かに汚いイメージがあるんですけど、命は命ですし、小さい命も大切にしないと閻魔大王に下向かいますよ。そのね、
命って大きかろうが小さかろうが一つは一つなんで平等に扱わないといけないと思うんですよね私は。うーん、そしてそのナイフでネズミの体に傷をつけ始めた。な、何やってるのこの人。こうやってネズミを血だらけにして、こうするのよ。次の瞬間、ローリーは持っていたネズミを植物に向かって投げた。あらまあ、パックンフラワーみたい。うわっ、その直後、植物の葉っぱが広がり、ネズミを食べてしまった。植物のエスだったの。悪趣味。このネズミは私が大事にしている植物、ガブリエルちゃんの餌よ。ガブリエルちゃん。ガブリエルちゃんは血の匂いに反応して動くものを食べちゃうの。かわいいでしょ。ああ、まあ可愛いといえば可愛いような気がする。今はそういうことにしておいてあげよう。そうですね。じゃあ早速本題に入りましょうか。後味悪いわお前。なんでそんな話の後に本題に入ろうとするん。後味悪くて本題頭に入ってこんわ。あなたをここに呼んだ目的なんだけど、私の願いを叶えてほしいの。なんだい。もっと美人になりたいとかそういう感じですか。それはあのテレビ局でよくやってる番組なんで、そっちに依頼した方がいいかと思います。テレビ局の予算を使って美人になれます。願い。そう。え。やばい、この女の人がちょっとピュアっぽい、ピュアな恋愛をしてそうな顔になってる。やっぱりなんか好きな人のために私可愛くなりたいのってか、そういうことを考えている人の顔だそれは。今から私が話すことは絶対誰にも話しちゃダメだからね。わかりました。私めっちゃ貯めるなこの人。運命の王子様とダンスがしたいの。う、運命の It's destiny! 王子様とダンス？そうよ。めっちゃピュアじゃん。ああ、そういうところが可愛らしいのに、なんかちょっといろんな部分で邪魔をしているローリエさん。プラマイゼロ、むしろ前。何かおかしい？いや、おかしくはない。むしろさ、なんかそういうピュアな女の子って俺好きやけど。先ほども言った通り、なんかいろんな様子で邪魔してプラマイゼロ、むしろ前。別におかしくないですけど、多分ミサちゃんも小さい頃そういう発想、そういうことを考えたかもしれない。でも今はミサちゃん19歳。あなたもしかしてこんなブスが王子様とかキモとか思ったでしょ。いや、そんなことは思ってない。そんなことは思ってないけど。そんなことは思ってないですよ。本当？この人、同じ文字何回並べるわ気がするんだ。私みたいな暗い女が恋愛したいとか、身の程知らずがって考えてるんじゃない？だから、そんなこと思ってないですって。そう？ああ、なんか、この人、照れるところ可愛いんやけどな。照れるところは可愛いんだけどな。とにかく、私、運命の王子様と結べるのなら死んでもいいわ。というか王子様がいない世界なんて何の意味もない。だからもしあなたが私の前に運命の王子様を連れてきてくれたら、私すぐにでもこの鍵をあなたにあげる。はい、無理です。そんなの無理です。なぜかって、館から出られないからです。黒い館の中に、その、王子様的なキャラクターの人は一人もいません。無理でーす。館から出ないと無理でーす。だから先に鍵返してください。合わせてほしいんだったら先に鍵返してほしいでーす。そんで、出させてほしいでーす。これは、なんかの、罠？いや、ピュアだったな。でもあの表示はピュアだったな。これ罠とはちょっと考えにくい。あなた、今私が嘘ついてるとか思ってるでしょ。ギク！
でもただ嘘っぽいかもしれんけど、嘘っぽいかもしれんけど、そのピュアな表情に免じて嘘だと思わない俺がいる。おはじ様の話がお花で、私があなたを殺そうと企んでるって予想したでしょ。この話は本当なの、真剣なの、嘘は絶対つかないの。わかりました。すごいな、そんなに強く押されたら信じるしかないって気がする。なんかこのローリエさんさ、ネットとかでさ、なんか自分の小説とか妄想の小説が書いてそうやな、なんかネットで定期的でファンがつきそうやなここまで言うならおそらく本当なんだよね。でもあなたの理想の王子様って一体。確かにネズミを傷つけて食虫植物的なすごいグロめの花に与えるぐらいの、そういう思考の持ち主やもんな。ちょっと王子様のセンスがずれとってもおかしくないような気がするな。それはこの人。そう言うとローリエは一冊の絵本を出してきた。この人ですか。ええ、何かおかしい。おかしいも何も、これ絵本ですよね。でもさ、小さい女の子ってさ、こういう絵本の登場人物の王子とかに憧れたりはするよね。それのちょっと延長線的な、その子供の頃のピュアな気持ちをまだまだ持っている、そういう女の人ってことで間違いないかな。空想の人物なんじゃ。は？あなた今なんて言った。やめて、そのコナンの犯人みたいな目になるのやめてください。ここは米花町ではありませんよ。だからこれは絵本の登場人物だから、現実にはいないんじゃ。それ以上王子様を侮辱しないでくれる。ごめんなさい。ダメだ、こいつ話通じねえ。別に侮辱しているわけじゃ。王子様が空想ですって。今の発言マジでムカつくんですけど。やめて、今頃さ、今頃の今時の女の子みたいな口を使うのやめて今頃すいません。こうなり頭に来たのは生まれて初めてかも。あなた生まれて初めて結構多いなこれまでそこそこ、多分見た目的に18歳前後だと思うやけどさ、その18歳前後の年でさこれまでそんなに経験あんまなかったのか、あんたは。王子様のことバカにするんなら、ここで殺しちゃおうかしら。まずい。何か言い訳しないと。何か。ごめんなさい。ついこんなにかっこいい人を見たことないかったから、現実にはいないのかと思っちゃって。逆にか。はあ、現実にはいないぐらいかっこいいですって。やばい、まだ怒ってる。でしょ、やめて。そのコナンの犯人の目で溜めた後にそのピュアな表情出すのやめて。あなたちょっと二重人格とかそういうタイプの人間じゃないですか。かっこいいでしょ。あなたこのかっこよさが分かるなんてなかなか見込みあるじゃない。何の見込みだよ。よかった。とりあえず機嫌が治ったみたい。ありがとうございます。それじゃあ一刻も早く私の前にこの王子様を連れてきて。お願いね。わかりました。何この無理なんだい。こんな無理なんだよ、押し付けてくるのは。帝愛グループの会長ぐらいだぞ、お前。トネガモもびっくりだぞ、お前。ちなみに、明日の朝までに連れてこなかったら、その時は、すぐにあなたを殺すから。ブラック企業！ちょっと待って、ブラック企業みたいな、ブラック企業みたいな締め切りつけるのやめてもらえませんか？そんな！私、モテない性格の女なの。わー、めんどくせえ。わかるでしょ？なんかちょっとわかってきたわ。ピュアな思想なのはいいけどさ、なんかそういうところで、
プラマイゼロもむしろマイどころじゃなくなってきた。もうマイナスがどんどん重なってきた気がする。ちょっとのプラスがちょっとちょっとのプラスがちょっと許容できなくなってきている。は？はい。私はそう言うとローリエの部屋を出た。やばい、リーリエって読みそうになってきた。ポケモンじゃあるまいし、とんでもない日になっちまった。大丈夫だったか？あんま大丈夫じゃなかったと思うわこの展開は。それでなんて言われたんだ？ね、王子様に会いたいって。はあ、どういうことだ？私はローリエの部屋で起きたことを二人に説明した。あのハル君がオンポモダさんぐらい引き気味な顔をしている。絵本の中の王子様に会いたいね。無茶なこっちゃなことを嫌がるな。そこで二人のどちらかにお願いがあるんだけど。わかる、わかるぞ。ちょっと俺も心の中で思っとったよそれ。ミサちゃんが何を言いたげにしてるのかちょっとわかる気がする俺には。多分ハル君もこの表情多分分かっていながら何かだって一応聞いてるような感じがするな俺は。何かな。どちらかに王子様の変装をしてもらいたいの。でしょうね。王子様役として出てほしいのって言いそうな感じはしとったわ。え、なんだって。でも正直それしか方法はないよ。確かに、だって館から出ていけねえんだぜ。この館の中に王子様らしい人がいるとすればこの二人やもんな。何気にこの二人ある意味ミサちゃんの王子様みたいなもんやけんな。絵本の王子様なんて存在していないんだし、それで納得してもらうしかない。まあミサの言うこともわからなくはないけど。ふむ。あ、よく見たらジンが履いてるズボンって王子様のズボンに似てない？うわ、こじつけだ。思いっきりこじつけてきたお前。の、あ、本当だ。じゃあ変装はジンがやった方が良さそうだね。おっと、ハル君逃げました。ジンに放り投げて逃げました。ちょっと待て、勝手に決めんな。お願いジン。おお、ミサちゃんがこういう真剣な顔で頼んでるんだぞお前。もしやってくれたら後でミサちゃんがちょっとエッチなことしてくれるかもしれないぞ。今回だけ少し力を貸してほしいの。仕方ねえな。これでやってくれるジン君なかなか優しい。あ、ありがとう。よし、それじゃあジンを王子様にする作戦スタートだね。ちょっと楽しんでないかお前。さっきまで出てなかったおんぶが復活してるぞお前。うん、ズボンがジンが履いてるのをそのまま使うとして、あとは金髪のカツラと赤のジャケットくらいかな。しかしそんなものがこの館にあるか。ちょっと待って、なんか金髪の方を見たことある気がするんやけど、なんかどっかの部屋のマネキンでさ、金髪のマネキンがおったような気がするんよな。赤いジャケットは知らん。あ、そういえば僕金髪のカツラなら心当たりがあるかも。え、本当？でもはっきりとは覚えてないんだけど、地下や1階にはなかった気がするな。ごめんね、はっきり覚えてなくて。確か俺の記憶だったら確かさ、リーサさんの部屋じゃなかったっけなって俺思うよな。誰かの部屋になんかマネキンがあって、それが金髪だったのをなんかちょっと覚えとんよな。それだけでも分かればありがたいよ。じゃあまずは金髪のカツラから探してみるよ。頑張ってねリサ。2階3階、いやとりあえず今は行かない、選んどいて。王子様か、王子様か。お前よかったな、ちょっと役得じゃん。ミサちゃんの王子様になるんだったら俺はゲームの世界に飛び込んででもなりたいと思っているぐらいだぞお前。
ハルくん、でもさ、もう自分が王子様じゃなくなっただけでとりあえずホッとしてる顔だ、お前は。それはおしゃれな人。あ、でもさ、このゲームの登場人物は大体さ、すごいセンスの持ち主やけんな。センスが、服装のセンスがすごいからな、このゲームのキャラクターは。このゲームの世界観でいうおしゃれってどんな感じなのかわからんぐらいの感じなんだよ。おしゃれの人ね。わかりました。とりあえず俺はあれだと思うんやけどな。俺は多分リーサさんの部屋だと思うんやけど、まあ行ってみたいと思います。というわけで今回はこの辺で切らせていただこうか。ああ、ジンの兄貴、ジンの兄貴、肩を揉みますよ。王子様になってくれる俺と肩をぐらい揉みますよ。で、ジンの兄貴、ジンの兄貴。